屋内では大声を出さず静かにしてください。あなただったのね。会えて嬉しい。仕事中。ジン以外に真面目に仕事する。それでお姉さん、それとも単に私。あら、なあ、おすすめの本。急に本の。そうだ、旅人のあなたならきっと役に立つと思う。なあ、実用的な本だな。借りてみてもいい。仕方ないから。リサさんの。あら、そういえば、気のせい。ああ、面倒ね。そうだ、テイワット観光ガイド。今のリサさん、すごく可愛い子ちゃんは優しいわね。栄光の風ね。じゃあ。そんな目では。そうね、今日長記念品ならきっとリサさんが気に入るものがあるはずですよ。そうですね。このえ、旅人が選ぶのか。お一つお選びください。これは冒険、少しボロボロだけど。あら、これってこれでいいのか。さすが可愛い子ちゃん、よくわかってるわ。あら、そろそろ時間ね。え、例えばこのバネス。ごめんなさい。もう返金。リサさんと会ったら。はあ、では次。ご飯を食べてから。当然よ、面倒な仕事を優先して。そこまでし。よくある酒場のおつまみね。これで注文はできたかしら。煙たいわ、かわいこちゃんという。ぷはー。サラさんに。他にご注文はありますか。いいえ、ごちそう。イノシシプリン。本だよ。ごめんなさい。ええ、もう忘れ。かわいこちゃん。つい。がいるって。ここで最後よ。え、この二人。そういえば花の香りが。あら、リサさんへの。リサさんへのプレゼントですか。無評。本当。ただこれで。え、あの氷元素に満ちた。雷元素と氷元素が触れ合ったらどうなる。仕事が終わっ。さて本題。白の姫。あ、どうしよう。この前いくら誰かに。ま、あら、本当に誰かにと。責任は3倍。やっぱり怖い。それについては全ての本には特別。もし可愛い子ちゃん、元素関係。あ、
幼なじみなんだから。痕跡を見た感じ、確かに盗まれた可能性が高いわね。どんなのせけど、顔は次はかなりよ、顔はその痕跡をたど、ここの元素の痕跡、少し強いもの。本を盗んだ相手はここで休憩したみたい。痕跡はまだ残ってる。追跡を続けましょう。この周囲にはいないわ。ずいぶん遠くまで逃げるのね。犯人はアジトに戻るつもりか。ついてこれるかな。近くにあるはず。元素近くなら魔力の流れをたど、試合をしよう。ついてこれるかな。試合をしよう。ついてこれるかな。ついてこれるかな。犯人は遺跡に住んでるのか。モンドの人を、それにどちらかというと犯人は人に好かれない。本を盗むな。盗んだと、そうね。それに封印、この程度の、うえ、入りましょう。あ、これ。中は意外と広いんだな。まだ奥に行くのか。
借りた本は返してもらわないと。例外はないの？ビリビリさせないと。うがちなさい。させないと。お前たち、あなたたちがどこに書く、アジトに書く、人の仕事に対する、あの本、何の貴様は図書館の本を返してちょ。ならばあの人人の話を聞かない方には少しばかり罰を与え、仕事って。さて、白の姫と6人で出ないとどう。それにしても私がつけた。そうだな、普通におとぎ。でもそんなに興味があるなら貸し出ししましょうか。期限は無期限よ。俺は信頼にあった特典と。あら、私の仕事に何じゃあ今日あなたも図書館にいらし。
お帰りなさい。ありがとう。あれ、そういえば、あそこの棚にあるの、しかもいっ好きなものを持って行っていい？あなたがいてくれたおかげ。テイワットか。城を出て近い巻き込んでしまう。今度一緒にお出かけした時に。